このクラブにとって昇格の夢はついえてしまいましたが、今季はまだ残留という目標が残っています。しかしそれを実現させるためにはかなりの努力が必要となるでしょう。4秒ボールが中盤でカットされました。カ、笛が鳴ってファール。カードは出ますかね。岡崎慎司、相手に渡ります。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。サイドへ、これで決まりだ。ひとまず前に出しました。戻すしかないということでしょう。ミグリアッチオ、うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。フィンク、ピルロ、ロングシュートを狙いましたが大きく外れました。ちょっと入りそうな雰囲気はなかったですね。いい形でゴール前まで持ってきました。中には入れさせない。コーナーです。パンチングで止める。D、 いいですね。岡崎慎司、どうだ。ボールは蹴り出されます。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ラインを割ってコーナーです。再びキッカーがコーナーに向かいます。合わせてくるか。ここを起点にできるか。突破しました。パスが華麗につながります。スローインになりましたがピンチが続きます。難しいシュートでしたが枠を外れます。ボールを失った。
クッキー、ピルロ、パスが華麗につながります。前に出しましたが気を抜けません。さあコーナーからのチャンスです。ここで大きく前に出します。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。パスをつないできましたがここで奪われました。サイドへ展開。攻撃に移りたい。か。フィンク。ボールを奪いに来ました。主審はファールを取ります。か、出しどころが見つからないか。もったいない形でボールを渡してしまいました。これは残念。ボールを手放してしまいました。岡崎慎司、本田圭佑。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。ギャラが、フリーキックになります。前方に運びました。前半終了して0対0。後半戦が始まりました。ここスタディオオリンピコでは席を立っていた観客が席に戻り始めています。フィンク、中盤でボールをカットしました。クッキー、フィンク、クッキー、カ、クッキー。審判はフリーキックの判定です。
ローインからゲームは再開です。受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、どうでしょう。ポケットからイエローカードを提示します。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ミグリアッチオ、ここはカンファールです。主審の判断はどうでしょう。いいタックルだ。ボールをキープしました。カスローインです。ピルロ、岡崎慎司、主審が試合を止めます。決まった、決まった、ゴールです。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。後半になってようやく試合が動き始めました。つまらないミスでボールを失いました。フラッグが上がっています。カこれはもったいない。ボールを失いました。ミグリアッチオ、D、このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。カードの色は黄色、警告のイエローカードです。ピルロ、ミグリアッチオ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ホイッスルが鳴ってファールです。イエローカードが出されます。これはちょっと痛いですね。危ない場面でしたね、堀池さん。はい、今のは危険でしたよ。中にボールが入る。ミグリアッチオ、ゴール、同点のゴールが決まった。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。
フィンク、ミッドフィールドでボールを取りました。パスをつないできましたがここで奪われました。フィールドの中盤でボールを奪いました。岡崎慎司、タッチを割ってスローイン。さあスローインでの再開です。岡崎慎司、味方はいるか、気は抜けない展開です。ギャラガー、ボールが中盤でカットされました。クッキーヒルロー、ゴールだ。この時間にドラマが鳴っていました。ここでの勝ち越しは大きいですね。そうですね、もうこれでほぼ決まりでしょう。よく決めましたよ。攻め続ける姿勢がゴールを呼びましたね。終了間際にゴールが決まりましたが、これで試合は決まりじゃないでしょうか、堀池さん。そうですね、この時間ですと厳しいと思いますよ。危ないボールでした。ギリギリのところでカット。ヘッドで渡します。ここでタイムアップのホイッスル、試合終了です。2連勝になります。好調なようですね。残りのシーズンもこのペースを続けられるかどうか注目してみましょう。そうですね。